はい、どうもアダムデケデビアミッドデーです。9月24日日曜の2時を回りました。221回目、カバノダの虹をつかむ男、アシスタントのココです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでね、9月24日ですね、はい、もう早いですね、はい、早いです ね、もうということで、はい、この秋、ね、はい、秋が一番、季節で大好きだね、はい、せっかくなんでね、お願いします。はい、はい、はい、こんにちは、秋が好きな男、森本龍太郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。質問、たくさん答えていただいてますけども、はい、今週ね、はい、最終の回になりますので、これはもう本当、ファンの方、私のが読まれてないじゃないっていう ね、はい、うね、こういうことを喋ってるのが長くなるっていう、はい、何か、はい、ありましたら、使っている芳香剤を教えてください。使っている芳香剤、はい、同じ匂いにしたいのかな。そうですよね、きっとそうだと、芳香剤ってあれですか、あのどっちですか、あれですか、家のやつですか。家のやつでも、家のやつはあの、はい、棒のやつです、はい、やつってどうしてですか棒が出てるやつ、長いやつ、ぶっとい棒が出てるやつ、はい、名前わかんないけど、名前がちょっと出てこないですよね。8本ぐらい棒刺さってる、消臭剣とか。それはもう SNS に書いていただいて写真載っけておきますね、はい、ね、TikTok ライブでこう見せてもらう、はい、これだよこれっつって、次いきます、はい、自分を動物に例えると何ですか、その理由をお願いします。よく言われるのが柴犬ですね。あら、かわいい、似てるっていうのが言われます、うん、かわいい、犬顔っていうのがよく言われる、うんうん、いいですね、はい、うん、あと次いきます、はい、今欲しいものは何ですか。今欲しいもの、はい、今欲しいものは、なんだろう、今すっごい欲しいものですよね、はい、眼鏡です。あ、眼鏡、眼鏡、あ、はい、あ、今コンタクトでいらっしゃるんですか。僕コンタクトなんですけど、うん、比較的あの眼鏡も最近ハマってて、うん、まあ、伊達眼鏡なんですけど、うん、あ、そうなんですか、はい、今ハマってますね。あ、そうなんですか、へえ。あ、じゃあ視力が悪くなってきたとかそういうことじゃなくて、もともと視力ものすごく悪いんですよ。あ、そうなんですか。あ、それとは別でこの伊達眼鏡。そうです、そうです。へえ、買いに行かれたりとかするんですか。この間買いました。いいですね。もう自分のご褒美で買った、買いたくて。あ、そうなんですね。買っちゃいました。へえ、結構ブランドだったりとか。あ、はい、まあ、あ、そうなんだ。じゃあ結構いや結構お値段するのかな。ね、はい、じゃあそういうのをかけて、じゃあ、あれですかね、SNS も載せたりとか。あ、そうですね。あ、はい、いいですね。じゃあファンの方は、あれかもしれない、あの時かけてたやつかもしれないっていうね、いうのをもう知ってるかもしれない。はい、ね、はい、なんかありますか、他に、はい、いつか乗ってみたい車はありますか。車できますね、はい、はい、車はもうあれですね、ゲレンデです。ゲレンデ、あ、かっこいい。ということでコマーシャル。ゲレンデに乗りたいということで、ちょっとゲレンデが、俺車あんまり知らないんで、ゲレンデがどういう車かさっぱり分かってないんですけども、はい、それね、乗りたいということで、はい、じゃあ免許もお持ちで、もう普段はじゃあ乗ったりは。あ、免許持ってないです。あ、持ってないけどゲレンデが欲しい。あ、そっかそっか。じゃあまず免許取りに行かないと。そうです、まず免許取るところがスタートです、じゃあちょっと質問の感じがね、あんまりあれだったかな、はい、運転できないんじゃね、はい、スタッフさんに運転してもらおう。あ、ね、ね、運転してもらって。実はドライブってね、助手席が一番楽しいからですね。はい、はい、はい、占いは信じますか。占いは信じないです。僕はもう占いは絶対に信じないと決めます。男性の場合はね、あんまりね、結構あの女性の方は占い信じるって多いですよね、はい、僕はもう絶対に信じない、はい、じゃあ、ああいうあのなんか朝にやってるニュースのやつとか、だって今1位でアボカドとか絶対嘘じゃないですか。よくあの、僕お羊座になるんですけど、お羊座1位になってやったと思ったらラッキーアイテムアボカドですとか、絶対嘘だからと、だからああいうのをお仕事にしてらっしゃる方って、どういう気分でお金もらっちゃっていいのかなって思いません？なんか。だからなんか当てずっぽで言ってるのか、うん、まあ、大体の当てはまる方に対して言ってるのか、うん、っていうところまで考えちゃうんですよ。あんまりこういうこと言っちゃいけないのかもしれないけど、営業妨害ですね。それでいいやってやって、いくらかもらってるのかなっていうね、なんか、まあまあ、だ、冗談ですよこれはね、はい、そうかそうか、ね、占いなかなか難しいですからね、はい、まあ、そうですね、はいはい、はい、次はお化けはいると思いますか。お化けはいると思います。え、その感じたことあります。え、なんか音が、急に音が鳴るのとかちょっと怖いんですよ。ガタッとか鳴るじゃないですか、たまに。ああ、家とかで、家とか、例えばなんか何にもないとこで、はい、
それがちょっと怖い。まあ、そうやって信じちゃいますよね。ああでもあれですよね、お家にワンちゃんとかいたりするとワンちゃんがこうストカーンってぶつかったりとか犬がいきなり吠え出すとかあるので、それがやっぱ逆に怖いんですよ。ああなんかよく聞きます、なんか壁の方を見て吠えてるとか。そう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 、なんか壁の方見てガルル言ってる時もあるんで、その時はちょっと怖いなと思います。大丈夫かなみたいな。なんでかそれ理由がわからないから。そうですよね、確かにね、はい、あそっかそっか、そういうの確かにね。じゃあ実際見たことないけどもそういう音とかがやっぱりね気になっちゃうとか、はい、ワンちゃんがねそうね、はい、確かにね、それ確かに怖い、うん、はい、次何かありますかね、はい、家にいる時の服装はどういう格好をしてますか。家にいる時ですよね、はい、もう基本半袖半ズボン。あ、じゃあ今の感じ近い感じか。もうそうですね、もう本当にそれして、もう普段着ですね。普段着と一緒ですね、はい、じゃあ TikTok ライブとかやってらっしゃる時の格好がまあまあ普段、うん、まあまあはいそうですね。わざわざ着替えたりしないですもんね、大体。まあでもちょっと着替え、あそうか、あんまりダルンダルンだったやつとね。ピッチピチの T シャツはさすがに着れないよね。あそうかそうか、そういう感じなんですね、はい、はい、じゃあそれは TikTok ライブもちゃんとチェックしてもらおうということで、はい、はいはい、じゃあ次は素敵だなと思う女性はどんな女性ですか。あら、これは気になる人多いかもしれない、はい、多いと思います、はい、結構身だしなみというか、うん、そういうところをしっかりしてる方は好きですね。例えばその、うん、例えばですけど、はい、ネイルとか、うん、あ、はい、例えばですよ、ネイルとか、うん、あとは例えば髪とか、うん、っていうところをしっかりされてる、うん、女性らしい感じ、女性らしく、あ、まあ、それは男性も一緒ですけど、はい、うん、やっぱり女性として、うん、まあ、振る舞ってる方は結構好きですね、うん、女性らしいっていう感じの、はい、そうだね、なんかこうなんかあった時こう指がねなんか綺麗だったりとか爪が綺麗だったりとかすると、あ綺麗だなって思うけど、うん、あんま言うと気持ち悪いから、ね、だから言わないけど、はいはい、そういうところはちょっとやっぱ、ね、はい、目に行ってしまうところはありますよね。結構気づいちゃうんですよね、うん、その髪切ったとかもう気づいちゃうのとか、爪とかもネイル変えたとか気になっちゃうんですよ、気づいちゃうんですよ。でも女性にしたら嬉しいですよね、嬉しいんじゃないですか、すか、はい、ね、すぐ気づくので、しかも龍太郎くんに引き継ってもらったらファンなんかとっても嬉しいと思うので、ね、毎回毎回もしライブに来てくださる方とかは、うん、もうそれを知ったらもうよし、じゃあ今日は髪を切っていこう、で今日はちょっと服装変えようみたいなね、なんか言ってくれるかもみたいな、だから実際だステージで立てて見たら、あの子あんな感じだってなんか気づいたりもありますよね、多分ね、はい、ファンは嬉しいでしょうね、ファンは嬉しいでしょうね、あ、はい、私かもしれんと思ってるかもしれない ね、はい、よくね下から見てると、あ今目があったって思う。本当にね、はい、はい、ということで、はい、今週最後なんですけど、ね、また曲をね、はい、はい、ありがとうございます、はい、かけて、はい、聴いていただきたい、はい、はいはい、今回はどうでしょうか、はい、今回は前回ゲストで出てシャカさんとのコラボ曲、はい、はいはいはい、まあ、ミュージックビデオも上がってるんですけど、よかったら聴いていただけると、うん、はい、シャカさんのそのめったに聴ける歌声と、うん、そうですね、はい、僕の声がどうな、うん、混ざるのかっていう、2人でデュエット的な感じ、はい、お踊りもある、踊りもちょっと可愛い雰囲気も少しそのミュージックビデオのために作った曲とかも、はい、じゃあそれも全部やったんですか、はい、振り付けも、あすごい、それはもう YouTube をチェックしなきゃいけないですね、はいはい、ではよかったら聴いていただければと思います、はい、ストーリーズ、はい、ということでストーリーズでございました、はい、アルバムの3曲目、はい、ね、いい感じですね、うん、はい、乗ってきましたって感じですね、はい、はい、じゃあこのアルバムにもじゃあ釈迦さんの声が入ってる、これは入ってない、実は僕だけで撮った、あ、じゃあ逆に貴重ですね、うん、あ、そうです、ええ、多分釈迦さんのとのコラボはミュージックビデオを見ていただいて、うんうん、別で、はい、あ、じゃあ1人で、これはこれでまた別の、うん、はい、あ、じゃあもう別バージョンというか、もう本当にご自身の一人バージョンというか、ね、うん、そうですね、へえ、振り付けも簡単なので小さい子の、ね、はい、ファンの方もいるんですけど、うん、その子たちでもやれる感じなので、本当にすね、すごい可愛くやれる、へえ、じゃあココさんのお子さんもじゃあうちはもう龍太郎くん真似するので、いやそっか、うん、いいですね、真似するのであれですけど、大阪にもうちの子と同じ年の、うん、やっぱりファンの男の子がいたりとか、うん、あと最近ではちっちゃい女の子もいたりとか、親子でとっても楽しめるので、本当にライブもぜひ、ね、じゃあ親子もで
来られるファンの方とかもたくさん、はい、あそうなんだ、増えてきてますよね、いいですね、あじゃあ楽しくなんかこうアットホームというか、そうです ね、比較的アットホームで、うん、もう、うん、みんな一つになって楽しむみたいな、あそういう感じなんですね、ファンの方もすごい良くて、うん、小さい子たちを前にこうやってくれるっていう、うん、見えなくならないようにやってくださるファンの方がいてて、本当、うん、なんか素敵なファンの方がね、うん、多いので、あの方だなっていうのはすごいね、多分あのステージから見ても分かるんだろうなって思いながら、じゃあ目の前は小さい子がたくさんで、そうですね、体操のお兄さんみたいな、もう自分が話してる時も体操のお兄さんの子なんだ、あそうなんですね、へえ、なんかそんな素敵なファンの方もいらっしゃるので、あら、じゃあ楽しい感じでね、やってるんですね、そうですね、はい、ということで、じゃあ最後に宣伝の方ですね、はい、はい、まあ、あの4回出させていただいてありがとうございました、いやいや、こちらこそもう ありがとうございました、ありがとうございます、はい、まあ、4曲聴いていただいたと思いますけれども、はい、ミニアルバムの、無題ノータイトルっていうのが、はい、8月の11日に発売をしております、はい、オンラインショップだったりとか、あとはサブスクでも、はい、聴けるので、よかったらぜひ聴いていただければと思います、はい、まあ、各種 SNS の方も、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、ね、今日もお話をいただきました YouTube とか、はい、TikTok もそうですし、あとインスタですよね、はい、はい、この辺ももうお名前で検索すれば大概出ますから ね今は、はい、もうチェックしていただいて、ね、はい、フォローしていただいて、はい、でいろんな、ね、情報を、うん、ライブ配信もね、はい、ライブにもぜひ来ていただいて、はい、本当楽しいので、はい、ぜひ、はい、お待ちしてます、行けなくてもこのなんか見れたりするんですよね、多分ネットのやつで、ね、そうですね、はい、そういう感じで、はい、ということで、1ヶ月ありがとうございました、ありがとうございました、また来週です、ありがとうございました、さようなら、さようなら、ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします、そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだ、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ、チャンネル登録お願いします、別の動画も見てね。